今から小銭を使ったマジックをお見せいたします。まず最初に、ここに70円あるのが見えますでしょうか。10円玉が2枚、そして50円玉は1枚、計70円です。これをまず左手に握り込みまして、このように振っていますと、なんだか若干音が変わってきたような感じがします。そして若干重くなってきたような感じがします。なんだろうなと思って開いてみると、お、なんと100円玉が1枚増えてますね。少し得した気分になります。さあ、今度はこの100円玉とこのプラスチック容器を使った不思議現象をお見せいたしましょう。中は空になっております。もう一度蓋を閉めて100円玉をこのプラスチック容器の底に叩きつけると、なんと不思議なことに100円玉がプラスチック容器の中に貫通しておりました。不思議ですね。さあ、本日はさらにもう一つ大技をお見せいたしましょう。この100円玉ですが、価値が100倍になったとしたら、それってすごいと思いませんか。今からこの100円玉の価値を100倍に増やしてみせましょう。このプラスチック容器の上に100円玉を乗せます。そして蓋を閉めて、おまじない。すると、なんと先ほどの100円玉が福沢先生に早変わり。価値は100倍になりました。お後がよろしいようです。